こんにちは今日は電気自動車のモーターを手に入れたのでこちらを見ていきたいと思いますこのモーターは廃車予定の三菱のアイミーブから取り外したものです最高出力は 47kW で定格出力が 30kW ですで最高出力を馬力換算するとまあ64馬力になるのでだいたい軽自動車と同じくらいの最高出力を持っていますモーターの大きさについてですけども直径がだいたい 25cm くらい そして軸の長さが大体ですね、35センチぐらいになっています。まあ、同じ馬力を持ったエンジンと比べると、やはりかなり小さく仕上がっています。で冷却についてですけども、水冷になっています。ちょうどこちらの部分に、冷却水の出入り口があります。でモーターですけど、ある程度損失は発生しますから、冷却は必要です。サイズ的にもかなり小さくなっていますから、水を使って熱を効率よく逃がすというふうになっています。まあここら辺は こちらのモーターは同期電動機です同期、まあ、モーターですね同期電動機の中にもいろいろ種類があるんですけどもこれは回転子の部分に磁石を使っているタイプの永久磁石型の同期電動機ですでこちらに軸の部分がありますで指で回るくらい非常に滑らかに回すことができる軸なんですけどもこの軸と回転子が一緒になっていますでそちらの回転子の部分に磁石が入っているというわけです でこの同期電動機の回転子部分の構造についても後で説明できると思いますでこの同期電動機の極数について調べてみたんですけども見つかりませんでしたということで実際にモーターを回してみて極数を調べてみます、えー、これは以前作ったインバーターですフィードフォワード制御しかできなくて同期電動機を回せるか分かりませんがとりあえず試してみたいと思います、まあ、回せたらラッキーぐらいに思わないといけませんね で同期電動機を回すのはなんで難しいかっていうと、まあそれはこちらの同期電動機の回転子が常にどの方向を向いているかっていうのを分かってなきゃいけないんですね。つまり磁石がどの方向を向いているか、でその固定子に流す電流で回転磁界を作るんですけども、その回転磁界の方向と磁石の方向が常に一致するような風にまあ制御しなきゃいけないので、まあそれが少し難しい理由です。 準備ができたので実際に回してみようと思います回るかどうかはわかりませんここにある可変抵抗を回すと同期電動機の周波数と電圧を変えることができますということで回してみます回りましたねはいこんな感じで回すことができました回らないと思ったんですけどなんか回っちゃいましたね た多分回った理由なんですけどもほとんど負荷がないですよね普通の電気造車だったらここにさらにギアボックスがあってでそれが車軸につながっていると思うんですけども今実際は何もつながっていない状態なので、まあ、こんな非常に簡単な設備でもまあ回ってしまったんだと思います画面右側にあるオシロスコープでモーターに流れている電流波形を測定していますで一緒に周波数も測定しています 電流の周波数は 11.1Hz ぐらいです一方でモーターの軸の回転数はどのくらいかというとおよそ167 16回転ですモーターの電流の周波数が 11.1Hz で回転数が167回転ということになっていましたということでモーターの極数は8極ということになります思ったよりも多いですね でまあ、そもそも極数って何だっていう話なんですけどもこれは電動機の中に入っている磁石が何極あるかっていう話ですね N 極と S 極がいくつあるかっていう話です例えば N 極が1つで,で S 極が1つだとしたらこの極数は2ですで今回測った電動機の極数は8だったのでこの N と S が合計で8個あるというわけですなのでここが S SSS S が4つあってで N も4つあるとこれが曲数が8のモーターです、えー、今回はこの曲数が8だったっていうわけです特に工夫することなく同期電動機を回すことができましたがこの条件から少しでも外れてしまうとすぐに回らなくなってしまいます今インバータの直流の電圧が 30V なんですけどもこれをえー 20ボルトに変えてみますか 20V にしてさっきと同じようにこちらをモーターを回してみたいと思いますそうするとこんな風にガタガタしてしまってモーターが回らなくなってしまいますねこれいわゆるあの脱調っていう状態を起こしているんですけどもこういう風にモーターが非常にカクカクしてしまって回らないような状態になってしまいます 脱ッチが起こる原因なんですけども固定子が作る回転磁界の速度と回転子の回転速度が一致していないのが原因です回転子の部分に磁石があってでその磁石が回転磁界に引き寄せられるようにしてこの同期電動機は回るんですけども回転磁界の回る速度が速すぎるとどうなるかというと磁石は一瞬だけ引き寄せられるんですけども次の瞬間にはもう反発するような動作になってしまうんですね それが原因でこのようにカクカクするような動作になってしまいますこちらも分解してみて中身を見てみたいんですけども分解できる箇所は上の部分に蓋があってそしてこちらの裏側の部分にも蓋が2箇所ありますこれを外すと分解できるようになります上の蓋の部分については特にまあ簡単に外れますねここについては固定紙の巻き線を外に出す まあモーターの線とあとは固定紙の巻線の部分があります、まあ、その端子があるだけです裏の蓋の部分についても何箇所かボルトで留めてあるだけなのでこれも簡単に外すことができます外れましたねこの中の部分にもいろいろ部品が入っています これはレゾルバーという部品です回転子の位置を測定するための部品ですこのレゾルバーというのは回転子の位置を検出するために使う非常に重要な部品ですほとんどの電気自動車のモーターにはこのレゾルバーが使われていますなぜレゾルバーが必要かというとこれがないとモーターの制御をうまくできないからですモーターの軸を回すとこのレゾルバーのところについているひし形の部品も一緒に回ります レゾルバーというのは結局変圧器なんですねちょうどこちらの部分に変圧器の巻線が出ているわけですけども変圧器の1次側にまあ0次用の電圧を加えてあげますそうすると変圧器の2次側に電圧波形が出てくるわけですねこちらのオシロスコープに映っている波形一番上の波形が0次用の電圧波形そして青色とまあこのピンク色2段目3段目の波形が2次側の出力の電圧波形です でレゾルバーには合計3つの巻線があります。でこちらの軸を回転させると、この電圧波形がどうなるかというと、こういう風に変動しますで。回転子を回すと、このひし形の部品も一緒に回るようになります。ひし形の形をしているわけですから、当然磁気抵抗も変わるわけです。でそれによって、この出力側の2つの波形がこのような波形になります。 ではどうやってレゾルバーの2次側の波形から回転子の位置を測定するかなんですけどもそれは非常に簡単ですオシロスコープの時間軸を縮めていきますこの状態でモーターの軸を回すとレゾルバーの出力電圧は位相が90度ずれた波形が出てきています高周波の成分と低周波の成分があります 高周波の成分というのはレゾルバの一次側の巻線に加えた電圧です低周波の成分というのはこの軸の回転による低周波の成分です高周波の成分と低周波の成分を分離しますそして低周波の成分から回転角を求めることができますこれがレゾルバの構造です一次側の巻線がここにあってでこちら側に二次側の巻線があります でこの回転する部分は先ほどのひし形の部品です。で、二次側の巻線については軸が回転するとちょうど90度位相がずれるような配置になっています。どういう風に動作するかなんですけども、まずこの1次側の巻線に高周波の電流を流します。だいたい 10kHz から 20kHz くらいの周波数を持っています。で、そうするとこちらの二次側に当然電圧が誘機されるわけです。 電圧の有機のされ方なんですけどもちょうど肘型が近い時には電圧が大きく出てひし型が離れている時には電圧が小さくなりますでこれは当然磁気抵抗が大きくなればそうなるからです回転するとどうなるかというとちょうど低周波の成分と高周波の成分が出てきますで高周波の成分というのはこの 20kHz の成分で,で低周波の成分というのがこの回転によるものですで電圧はどうなるかというと例えばこの 低周波の成分の崩落線を書いておきますで電圧はどうなるかというと低周波の成分と高周波の成分が混ざったような波形になりますちょうどこの崩落線がですね、えーまあ、三角関数になってるわけです虹側にはもう一つ巻き線がありますけども低周波の成分に対して位相が90度ずれたような波形になります こちら側の波形がサイン波だとしたら、こちらの波形はコサイン波になるわけですね。まあサインとコサインですで。もう少し詳しく説明するとこうなります。1番の波形は高周波の成分です。でこの2番の波形というのは先ほど説明した通り、高周波の成分と、あと低周波の成分が混ざった波形ですで。これは先ほどのホワイトボードで説明した通りです。 でこの波形から回転子の回転角を求めたいわけですけどもどうすればいいかというと1番の波形と2番の波形を掛け合わせた波形というのがこちらになりますそうするとちょうど崩落線がこのように上下にあったのがですね1番と2番の波形を掛け合わせることによってこういうふうに崩落線はまあ制限波になるわけですでこちらに適当なローパスフィルター をかけるか、あとは移動平均フィルターをかけることによってえ、この高周波の成分を取り除いた波形が復元できるわけです。二次側の巻線については、巻線が2つあって1つが正弦波で、もう1つが、それから位相が9 0度ずれた波形があります。このように波形が2つ出てくるわけです。 波形が2つあれば、もうあとは簡単で逆三角関数を使えば、この回転角を求めることができます。どうするかというと、θ イコール、a 単の、この場合2ですかね、の a と b を引数にして、やれば、もうあとは回転角が求まります。どうなるかというと、こんな感じですね。で、0から始まって、ここが 2π ラジアンの、 -2π ラジアンというふうな形で回転角が求まりますこの処理をすることで原理的には回転角が求まるわけですけども実際のレゾルバーの信号処理の回路だともうちょっと複雑なことをやったりしてます同期電動機をちゃんと制御するためには正確な回転角の情報が必要ですなので実際のレゾルバーの信号処理の回路にはフィルター回路であったりあとは補償回路なんかもついてますまあそんな感じですね ここに以前分解したプリウスのインバータの制御回路がありますこの制御回路上に2台マイコンが載っていますおそらくルネサス製のマイコンだと思われますこのマイコンの型番を調べてみたところレゾルバからの出力信号をデジタルの角度データに変換する RD コンバーターがおそらく積まれていると思いますマイコンは2つあるので1つが発電機用もう1つがモーター用といったところでしょうか でこのモーターもさらに分解して回転子と固定子も見ていきます。でこういうモーターは一回分解してしまうと組み付けの精度とかでもしかしたら特性が変わってしまう可能性があるので,で基本的に分解したら、まあ、あまり再利用はしない方がいいと思います。 固定子と回転子を分離することができました。こちらが固定子です。中にものすごい数の巻線が巻いてあります。こちらは回転子です。基本的に鉄と磁石でできています。非常に強力な磁石を使っていて、このように。 何か鉄製のものもを近づけるとすすぐにくっついいてしまいます非常に強力な磁石ですちなみに回転子だけで結構な重さがあって、えー、測ってみると1 3 6 k g あります、まあ、でももう 13.6kW で最高出力 47kW 出せるので、まあ、すごいですよね電気はまず回転子から見ていきたいと思います ちょうどこちらの部分に蓋があってこの蓋を取り外すことができますでこの部分に磁石が入っていますちょうど鉄板を打ち抜いたところがあってその部分に長い細長い磁石が入っています回転子は薄い鉄板を打ち抜いたようなものを積層して作られていますこの鉄板のことを電磁鋼板と言います磁束を非常によく通す その内抜いた鉄板のところに磁石をこういうふうにこちらの方向に入れるような形になっています回転子の中の磁石なんですけどもペアがこのようにありましてでそのペアが合計で8組あるような形になっていますちょうどま8極っていうことですかね方位磁石を用意しましたこの方位磁石を近づけると磁束の分布がよくわかると思います 回転子が持つ非常に強力な磁石とそして固定子が作る回転磁界が互いに引き寄せ合うことでこの回転子は回転します次に固定子が作る回転磁界について見ていきます再びインバータが登場しましたモーターから3本線が出ていますけどもそれをインバータにつないでいます先ほどモーターを回した時と同じようにインバータから3層交流電圧を出して そししてこの固定子に電流を流をますモーターの中には本当はこちらの回転子が入っているんですけどもこういうふうにスポって入るわけですけども今は抜き取ってありますこの回転子の代わりに今度はこちらの棒磁石を入れますこちらの棒磁石に糸を引っ掛けておいてこの固定子の中に入れます先ほどと同じようにインバータの周波数を上げていって回転磁回ができる様子を確認していきます 糸を引っ掛けた磁石を固定子の中に入れてそしてインバータの電圧と周波数を高くしていきますそうすると回り始めますこのように磁石は回転時間に引っ張られて回転する様子がよくわかると思います ここで回転子の位置を検出するためのレゾルバーやフィードバック制御を何も使っていない状態を考えます。モーターが回っている状態でモーターの軸に外部から少し強めのトルクをかけてみます。そうするとモーターは止まってしまいます。それはなぜかというと外部からかけたトルクの方が回転子を回すトルクより強いからです。その結果モーターは脱調してしまいます。 外部からトルクがかかった状態でさらにモーターを動かしたい場合どうすればいいかというとモーターにさらに電流を流しますただどのような電流を流すかについてはこれは回転子の位置によって決まりますここで必要になるのがレゾルバですレゾルバで常に回転子の位置を検出してその方向で大きなトルクを発生させる電流を固定子に流します なので、レゾルバーを使って常に回転子の位置を検出して適切な電流を流してモーターのトルクを制御することが非常に重要です。ということで今日は電気自動車のモーター、三菱アイミーブのモーターについて少し話しました。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。